はい、皆さんお久しぶりです。私です。というわけでだいぶ久しぶりの投稿になるんですけど、最後にね動画投稿したのいつだろうって調べたら5ヶ月前ってなってました。で、約半年ぐらいね動画投稿してなかったんですけど、はい、だいぶサボっちゃってました。で、まあサボってたわけじゃなくて、実はね他の YouTube のチャンネルのお手伝いをしてまして、私で、そっちの方がねちょっと大変というかウェイトが重くて自分のチャンネルほったらかしになっちゃってたんですけど、ちょっとね気にしながらも実際ちょっと動画を上げることができてなかったんですけど、まあ今回、まあ時間があるっていうわけではないんですけど、まあ自分の方もねほったらかしにはできないと思ったんで、頑張って投稿していきたいと思います。チャンネル登録の方もちょっとずつ増えてて、もうちょっとで7000人の方の登録、届きそうなところなんで、ちょっと頑張って とりあえず7000人目指していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけでね、皆さんねもうやめちゃったんじゃないかとね多分思われてる方がね大半だと思うんですけど、やめたわけではないんですよ。やめた、全然やめる気はないし、やめたわけでもない。はい、まあ、動画投稿は続けていきたいんですけど、はい、というわけで今回も頑張っていきたいと思います。でですね、まあ復帰第一弾ってわけじゃないんですけど、今回もパソコンネタでね、いきたいと思います。はい。で、今回何かっていうと、まあここにデカデカとね、映ってます。iMac ですよ。iMac。でね、これ、中古っていうか、半ジャンクみたいな感じで買ってきたんですね。で、お値段がね、1万円でした。1万円で、消費税で1万1000円で売ってました。で、買った時は、ここにね DVD ついてるモデルなんですね、これ。まあこれ何かっていうと iMac の 21.5 インチの RAID2009 ってやつで、 CPU が Core2 Duo で、メモリーが買った時は 4GB だったんですけど、まあ 4GB 足してね今 8GB 入ってます。で OS は、ハイシエラが入ってますね。でハイシエラぐらいだったらまだ全然使えると思うんで、はい。で、買ってきて、これ、ちょっと1週間ぐらい経ってるんですよ、実は。1週間ぐらい経ってて、まあ、普通に使ってて、特に問題は感じないんですね。はい。まあ、不具合があるとか、そういうことじゃなくて。で、1個だけというか、これ、自爆なんですけど、画面じゃわかんないと思うんですけど、ここのね、前面のガラスパネル、ここ、ピーってひび入ってんすよ、ひびが。わかるかな、ちょっと画像に映ってるかどうかわかんないんですけど、ひびが入ってるんですよ。で、ひびが入ってるというか、これ自分で入れたんですね。はい、自爆しました。これ買って、このまんま買った時に袋入れますかって言われて、いやいいです、このまま持って帰りますって言って車の後ろの席に積んだんですよ。で戻っブレーキかなんかかけた時かわかんないけど、ずれて落っこっちゃって、ガラスにひび入りました。うん。まあこれ自業自得なんでね、もうしょうがない。これは、まあ気になるけど、気にしないで行ってます、今んとこ。はい。まあヤフオクとかで探すと出てくるんで、まあ気が向いたらっていうか、まあ我慢できなくなったら買おうと思うんですけど、じゃ今んとここのまま行ってます。ちょっと自爆しましたね。はい。というわけで、今回何をやって、まあ、これに対してね、何をやっていきたいかっていう話なんですけど、まあ、とりあえず、なんともない iMac なんですよ。はい。なんともない iMac なんですよ。で、まあ、何がしたいかっていうところなんですけど、今、これ、ハードディスク、500GB のハードディスクが入ってて、まあ、そこから OS が起動されてる状態になってます。で、普通に DVD、さっきも言った通り DVD のドライブがついててって感じで、で、DVD のドライブいらないなと思って。で、なんでかっていうと、ここにね、ちょっと見えにくいけど、ここに外付けの DVD ドライブをつけてるんですよ。で、今現状、ドライブが、DVD ドライブが2つある感じ。で、あと、OS の起動の部分がハードディスクなんで、そこがちょっと遅いっていうのがあるんですね。なんで、ちょっと SSD を入れたいんですけど、まあ、この方の iMac に限らずかと思うんですけど、iMac って温度センサー付きのハードディスクが付いてるみたいで、で、まあ、ファン問題っていうのがあるみたいなんですよ。で、温度センサーをうまく付けないと、ファンがフル回転し始めるっていうね、やつ。
でソフトウェアでコントロールできるんでしょうけど、まあそれはあんまハードに対して良くないなと思うところがあるので、まあ、ハードディスクはそのままにしておきたいと。で、まあ DVD ドライブを取って、まあ、SSD、まあ、ここに今 SSD あるんですけど、こっちにね OS 入れて、まあ、速度が速くなんないかなと思って、まあ、一回分解してみたんですよ。そしたら、これ分かります？皆さん分かりますよね。普通の SSD って、まあ、SATA の端子と電源の端子があるんですけど、この方の iMac って、ちょっと特殊なね、感じの SATA の端子になってて、一応 SATA 接続ではあると思うんですよ、多分。多分ね。だけど、まあ、この SSD がそのままさせるようなコネクタではないわけなんですね。で、まあ、ヤフオクを徘徊してたらですね、これ便利なものを見つけたんですよ。で、今回買ったのはこれなんですけど、iMac の DVD の端子ね、まあ、ピントが合うか分かんないんですけど、こういう端子ピントくるかな、まあ、ちょっとピント来ない難しいところなんですけど、まあ、こういう端子なんですよ、iMac 側の端子が。それをこっちの通常の SATA の端子に変換してくれるやつ、このケーブルをヤフオクで買いました。これがね2000円ぐらいでしたね。なのでこっちの中の DVD を取っ払って、そこの端子に、これを接続して、まあ、こっち側は普通に、まあ、刺さるわけですよ。 SSD にねこうやって刺さるわけですよ。なんで DVD ドライブをなくす代わりにこう SSD を付けられるという便利なケーブル、まあ、iMac 使ってる方の中では、まあ、有名というか普通に当たり前のことなのかもしれないんですけど、私 Mac にそこまで詳しくないんで、はい、まあ、こんなケーブルを発見したんですよ。なんで使わない手はないなと思いまして今回買ってみました。はい、というわけで、まあ、これを、まあ、この中に入れて、まあ、ハードディスクは活かしつつ、まあ、DVD は外付けがあるんで、それでいいかなと。はい。で、こっちに SSD に OS を入れて、ちょっと起動をね、ちょっとでも早くしようと思ったわけですよ。はい。で、なんで Mac を今メインではないんです。あくまで、今までの動画を見てらっしゃる方は分かると思うんですけど、だいたいこの画角、この画面で撮ってると思うんですけど、ここに置いてあるパソコンってメインじゃないんですよ、私の。メインのパソコンっていうのは、こっちの右にあるパソコンがメインなんですね。はい。で、それも、後々紹介していきたいと思うんですけど、ちょっとね、諸事情があって、どうしようかなって思ってるところです。ここにあるのは、普段なんかもうご飯食べながらとか、普段使う、ある意味変な感じだけど、ある意味どうでもいいパソコン、ある意味どうでもいいパソコンがここに置いてあるんですよ、いつも。うん。まあどうでもよくないんだけど、どうでもいっちゃダメですね。どうでもはよくないです。いつも使ってるんだから大事に使ってるんですけど、うん。まああくまでメインではないパソコンがいつもここに置いてある感じです。で、Mac だったり Windows だったりノートパソコンだったり、まあ周期的に変わるんですけど、私。で、今は Mac を使ってます。で、話長くなっちゃうんですけど、なんで Mac を使うかっていうと、私携帯がね iPhone に、まあ3年ぐらい前から iPhone にしたんですよ。で、 iPhone 使ってるとやっぱ家で使うパソコンも Mac の方が便利なんですよね。うん。まあこっちで写真撮ったら勝手にこっちに上がってるし、こっちでやったことが iPhone の方に入ってるしっていう感じで、やっぱね同期がうまくできる。なので Mac の方が今んとこ私にとっては便利なんで、ちょっと普段使いは Mac に変えてるところです。はい、というわけで前置きが長くなっちゃう。私ね、悪い癖で余計なことまで話しちゃうんですよ。うん。だから私のチャンネルね、昔から見てらっしゃる方はわかると思うんですけど、具体的な内容が薄い割に話が長い、これは私の悪い性格っていうんですかね、そういう人間なんですよ。うん。そこを測っていただいた上で、まあね、動画は楽しんでいただければ、楽しいのかな、まあ暇を潰していただければいいと思います。はい。まあ
そういうわけでやっていきたいと思います。まあ、まず分解して、この SSD を取り付けて OS。OS の方はタイムマシーンでバックアップ取ってあるんで、そっちの方から、インストールしていきたいと思います。まあ、クリーンインストールでもいいんだけど、まあ、いろいろね、Excel のデータとか、今まで1週間で貯めた写真のデータとかもあるので、タイムマシーンから復活させていただきたいと思います。では、パパッと分解してやっていきたいと思います。はい、ということで、ここまで分解しました。さっき言ってたのが、この端子なんですけど、ちょっとズームでわかるか、こういう端子なんですね。こういう端子になってるんですよ。iMac 側がね、iMac 側がこういう端子になってるんで、まあ普通の SSD はこのままじゃつなげないということで、さっきのケーブルが役に立つわけですね。変換する感じね。で、これ、まあもともとここに、これですね、この DVD ドライブが付いてたんですけど、まあこれを取り外して、で、ここのブラケットね、ブラケットがここにこうやって、まあ、つくわけなんですけど、まあ、SSD をね、この SSD 用のブラケットとこう穴が合わないんですよ。ここに穴があるんだけど、こっちに穴が合わないので、もう強行突破でドリルで穴を開けてつけていきたいと思います。で、あとは簡単 SSD をつけて、あとケーブルで接続して、まあ、ケーブルをね、うまく逃がして、あとは元に戻すっていう作業ですね。はい、ではやっていきたいと思います。はい、でですね、うまくね、ブラケットも戻して、あとはね、さっき言った、この線ですね、この変換のケーブルを、元にあるやつにこう、つなぐだけ。で、ブラケットにつけてみて思ったんですけど、まあ無理にこれブラケットにつけないで、ここスペース広いんで、なんか SSD 両面テープかなんかで、この下にくっつけた方がいいかもしれないですね。なんでかというと、このケーブルを逃がすスペースがあんまりない。結構、ブラケットをつけちゃうと、こうどこに逃がそうかなっていう感じになっちゃうので、まあ多分上から液晶で押されて大丈夫だと思うんですけど、まあどっちもどっちだと思いますけど、まあ、ブラケットはなしにした方がいいかもしれないですね。はい、ということで一応つないだんで、これで戻してちゃんと認識するか確認していきたいと思います。はい、あれからね、元に戻して、起動してみたんですけど、まあ無事 SSD の方をね、認識してましたね。で、今、まあ、タイムマシンの方から復元してる最中ですね。はい、まあこれからちょっと時間かかると思うんで、まあ、SSD の方はね、まあ予想通りというか、まあ予定通り問題なく認識してくれました。はい、ってことで、まあ復元して、まあ元に戻したら、まあハードディスクから SSD になるんでね、使い勝手がね、まあ若干はね、早くなると思うんで、体感的にもね、快適になるんじゃないかと思います。でもね、復元終わるまでちょっと待ちたいと思います。はい、ようやくですよ。あれからね、もう結構時間経った。3時間は経ってないぐらい、2時間半ぐらい結局時間かかっちゃいましたね。なんだかんだで設定戻すのに、すごい時間かかった。ってことで、まあ、無事 SSD の方から起動するようになりました。で、ちょっと使ってみた感じなんですけど、ぶっちゃけあんま変わんない。あんまり変わった気がしませんね。うん。まあハードディスク、あ、でも、どうだろうな。まあそれなりには速くなりました。まあちょっと快適にはなったかなって感じですかね。はい。まあ SSD 化してもね、まあこの世代のパソコン、まあ Mac も Windows も含めてですけど、この世代だとね、SSD 化の恩恵っていうのがあんまり得られないのかなっていう感じですね。うん。まあ、気分的には、気分的というか、まあ実際若干は早くなってるんで、まあ、とりあえずはありかなっていう感じだと思います。はい。今後はね、ちょっとね、このね、パネルのここが気になるんで、
ガラスを買おうか。これ取っちゃってもいいんですけどね、取っちゃったらねちょっとあんま格好悪いからね、どうしようか今悩んでます。はい、ってことで、まあ無事 SSD 化完了しましたんで、はい、今回はこれでよしとしたいと思います。はい、今回の動画はねこんな感じで、まあいつも通りあんまり内容がない感じですが、最後までご視聴ありがとうございました。またね、別のネタでちょっとね投稿のペースをまあな上げていくっていうのは難しいと思うんですけど、まあかろうじて定期的には上げていきたいと思いますんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではまた皆さん、あ、十分ね健康に気を使ってね、まあいろいろありますんで、昨今ね十分健康に気をつけて元気に過ごしていきましょう。それでは皆さん、また次回さよなら。